ノエム、なんか食べて帰る？お前のおごりか？いいなそれ。店は駅前でいいよな。どう考えてもノエムの方が稼いでるのに、僕のおごり？ぶっ飛ばすよ。こっちのセリフだ。さっきぶっ飛ばさなかっただけありがたく思え。ああそうですね、お優しいですね、大悪党ノエム様は。そうだろそうだろ、もっと褒めていいぞ。いや、もうお腹いっぱいだからいいよ。腹いっぱいなのか？じゃあお前は店に行っても何も食うな。今のは例えなんですけど、あえてだよね、あえて無視してるよね。いや、やめて、話して。んだよ、いいじゃんか、暇してんだろ。暇してんだろ、ちょっとだけだからさ、ね。違います、誰か助けてください。ありがとうございます。あんだ、どけガキ、こっちは忙しいんだよ。邪魔すんなってな、怪我すんぞ。読めたぞ、そういうことか。オクト、あいつたちは任せる。どういうことかわかんないけど、とりあえず了解、ほどほどにしときなよ。いや、何やってんだ？またなんか出てきたぞ。何なんだよ！ここは私に任せろ。さっさと行け。近くにいられたら私が困るからな。でも。心配しないで。あの子なら大丈夫だから。はーい、こっちこっち。心配するな。でもありがとな。悪いやつってのはどこにでもいるもんだ。で、なんなのマジで。あ、おい、今すぐそこどいたら許してやるよ。さもないと地獄見るぞお前。分かってんのか？地獄か。な、地獄って見たことあるか？あるかボケ、今からお前が見るんだよ。そうだよな、マンホールの中で寝泊まりもしてないし、ゴミの山で食べ物のために喧嘩もしてなけりゃ、死体の転がる川の味も知らないよな。はあ、何言ってんだ。地獄はこの世界のどこにでもあるってことだよクズども。さっきの女にとっては今日この夜この道が地獄になった。お前らだ、お前らみたいなのが地獄を生み出すんだ。私は世界に地獄を生み出す奴を絶対に許さない。お前らみたいなのがいるから世界は平和にならない。力のない人を平気で傷つけて痛みを知りもしない。よかったな、お前ら。今から私がお前らにちゃんと地獄を見せてやるよ。人に地獄を見せたんだ、自分も見る覚悟はできてるよな。あ、おい、なんかこいつの周りに電気が。ビビんな、どうせスタンガンでも持ってるだけだろ。なあ、地獄を生み出す悪いやつに一番効果があるものを知ってるか？そいつはな、恐怖ってやつだ。お前らの魂にじっくりと刻んでやるよ、地獄の恐怖をな。